おはこんにちばんは、なにです。今回も、騎士と魔王のストーリー、パート5、やっていきたいと思います。前回は、ゴーンとホーコーの村に行ったけど、リュカちゃんを助けた、ゴーンの、ゴーンのホーコーの、もう俺に、なんかよくわかんないこと言ったな。俺に、その通行証もらえるかと思ったら、意外もらえなかったので、そしたらなんか盗賊倒してこいみたいな村長さんにね依頼をされたんで、その盗賊のいるという洞窟にやってきました。はい、でまだ盗賊には会ってないので、これから奥を探索していきたいと思います。気をつけてね、ラニ、足元暗いからって転んじゃダメだよ。はい、わかりました。じゃあ回復してもらおうね、してもらおう。はあ、やっぱ人間相手じゃ戦うに戦えないし、逃げっぱなしだよ。こっちにお父さんって盾じゃない、頼れる大人がいるからなんとかなってるんだけどね。思いっきり盾って言ったね、盾って。あ、傷薬だね、ちょっと待ってて。はい、これで全回復。あんまり無理しないでね、ありがとう。話しかけた方がいいかな。まあいいか、かわいそう。盗賊ちっちっち、トレジャーハンターって呼んでくれ。なんで、ははは、言いたかっただけで言いたかっただけじゃよ。あと暇だから、もうどうでもいいです。もう、ああ、世界を股にかけるトレジャーハンターになりたいの。どうでもいいね。どうでもいいよ。いや、あひゃこ。もうこれは攻撃で、どんどん、あ、回避された。大丈夫だと思います。早いね、なんか。動きが。よし。あ、レベル。うん、結構上がるスピード早くない？そういえば、リュカちゃんももう、レベル6なんですね。道具で装備とか。そういえば、この前の動画をちょっと見返して気づいたんですけど、これ、防具だね。防具っていうか、なんか装備みたいなやつ。かつて大妖怪を封じたとされる槍？昏睡防止。ってことで、これは、リュカちゃんにつけておきたいと思います。はい、力も上がるしね。じゃあそのまま進んでいきたいと思います。どれくらい深いのかな、この洞窟。総攻撃で、はい、総攻撃便利だね、なかなか。なんかダンジョンっぽいね。てかこれ勝ち、いや、びっくりした。ピザでも食ってろ。はいはい、ピザでもくれ、ピザをくれ。はい、300ゴールド。でもこの先も盗賊いるっぽいね。わかんないけど。あ、いるね。誰かいる。セーブはできないし、進んでいこう。てめえか、俺の部下たちを可愛がってくれたっていう可愛くねえガキっての。そういうあなたが、おいよ、ド S な盗賊団率いる団長様だぜ。あの人が、所詮はどんぐりの皆、背比べ皆背比べだ。他の盗賊よりマシ程度。あん、どこのドイツだ、生意気な口叩く第三者。え、魔王の声聞こえてる？我が輩の声が聞こえている。なるほど、そういうことか。魔物ってこと？わかるならに、あの団長とやらの正体は。干物、干物だ。そうそう、ご飯によく合うよね。で、このクソったれ、ここでボケるな、ここで。あ、なになに、バレちゃってんの？あ、たまにはいいっしょ。盗賊団の頭やってる魔物がいてもよ。別にいいですけど、村にかけね、迷惑かけるのは良くないです。青臭いね、覚えたての厨房みたいだ。な、ふん、相手が魔物だろうとやることは変わらんさ。何を、あやつの末路、それはただ一つ。男祭りだ。わっしょーい、わっしょーい。って、なんか違くね？ノリいいね、団長さんもなかなかね。じゃあ、総攻撃してみよう。お？商売道具？え？何？全然わかんなかった、今。あ、そっか、使ってくれたんだ、なんかね。じゃあ、ラニは、魔人剣でガンガン攻めていくよ。うん。多分 HP 高いんだろうな。まあでも攻撃はそんなに強くないっぽいので、やっべ、こいつら、ちょっと強すぎ。
久々にやるか、超団長モード。はいはい、どうも、皆殺しでよろしく。全力団長になった。進化したなんか。すごいすごい。BGM も変わった。ボスっぽい、ボスっぽい。クリティカルヒットが29なのか。まだ、MP はあるし。でも全然大丈夫じゃない？大丈夫大丈夫。とか言って、死亡フラグにはならないように気をつけないとね、気をつけないと。はい。眠るのは効かないよ。まだ、待って、やばい。ヒューカちゃんが死んじゃう。じゃあ、違う。どうしようか。自分で回復してもらおうか。薬で。そうだね。これしかないね。はい。はい、39。オッケー。じゃあ、ウニは相変わらず魔人剣で、リュカちゃんはお薬でサポートに入ります。はい、サポート。超回復って言っても結構回復するんですね。はい、無人剣。もうそろそろ MP がない。 MP 回復とかないのか。じゃあ攻撃で、なかなか、マジか、回復すんのか。はいはい。じゃあちょっと MP 回復みたいの持ってたっけ。10か、そっか。MP10%、 MP10 回復。どうしよう。じゃあ、4チョコ食べてみよう。はい。10ってちょっと少ないよね、なんか。なんか回復しだしたぞ。やめろよ。やめろよ。オッケー。ちょっと。ちょっとずつしか削れないね、これじゃ。やった倒した。はい、勝利。200の経験値、ミラクルキャンディーいただきました。戦利品1000ゴールドって高いね。はい、レベル7。無念すぎた。無念すぎたね。まあ、どんまい。勝った。勝ちましたよ、団長さん。僕たち勝ちました。で、団長さんじゃ向こうと被っちゃいますね。そうだったね。向こうも団長さんだったね。何くんって呼んでもいいですか？いいよいいよ。いいよいいよ。ありがとうございます。何くん、なんだか新鮮。でも信じられないな。僕たち二人だけで盗賊団をやっつけることができただなんて。何が僕たち二人だけでだ。勘違いもいいところだな、この勝利は。ラニーだけでも十分だったもんね。誰？また新キャラが出てきた、なんか。知らないよね。誰？久しぶり、私の愛しい人、ラニー。すいません、誰ですか？どちら様？そうだったわね、今のあなたと私は初対面。今の？でも本当は私とあなたは、ちょっとどちら様ですか？本当にどちら様ですか？この女、こううるさい猿が2匹、邪魔ねえ、ロマンがないわ。猿じゃないもん。魔王もバレてる？我が輩の声が聞こえているのか。もちろん、惨めな姿ね。魔物？この人。貴様、口の聞き方に気をつけろ。第七世界の魔王であるぞ。口では何とも言えるわね。彼がいなければ何もできない。道化に過ぎずとも。何？構えよ。いろんな意味で怖いね、この人。いや、気持ちはわかるけど。何にはわかってるのね、力の差。じゃあ強いのか、この人。あなたがどうあがこうと私にかなうことがないこの事実を。ラニ君は負けません。勝てないは今もこれからも永遠に。それが私の望み、私の願い。そのために、そのためだけに私は今日は挨拶に来ただけ。ラニ、愛しいあなたに会うために。私はガネット、未来を知る者。あなたは私のもの。また会いましょう、ラニ。なんかすごい展開になってきた。ガネットさん、謎多いね。ラニ君の元カノ？違うからしか選択肢いないね。どっちでも一緒かな。はい、違うから。違う。
知らない、誰誰誰、めっちゃジャイアン的な発言してたけど、お前のものは俺のものみたいなね。こうやって実際ジャイアンじゃないんだけどね。じゃあ村に戻ればいいのかな。あ、MP な、はい、はい、でもリュカちゃんも一人でもう倒せるようになりましたね。じゃあとりあえずもうこれであれもらえるでしょう、通行手形。はい、パプーナはい、パプーナ、はい、撃破。あ、入りたい、よし。じゃあもう、あ、先に回復していきます。イン、はい、宿屋です。腰ゴールドちょっと高くなったね、前の。なんだっけ、何の変哲もない村か町、どっちだっけ。まあどっちでもいいや。はいはい、じゃあ村長さんのところに向かいたいと思います。早速倒してきたよ。お、ただいまおじいちゃん。お、リュカ、それに団長殿も。で、盗賊団は。バッチリ、盗賊団の人たちはコテンパンだよ。違くて、え、違うの。え、盗賊団の人間まさか殺したりはしておるまい。なんだそんなことか。みんな動けない程度に気絶させたけど、殺すなんてとんでもないよ。あの人たちだってきっと話せば分かって、よくやった。え、いやー、団長殿に任せてよもや皆殺しにされたらどうしようかと思ったぞ。そんなひどい人間に見られていたのか。はい、だってさ、ほら、ここってゴーンと奉公の村じゃない。受けたゴーンには村人からしっかり奉公しなきゃの。じゃ、ちょいと失礼。え、机めっちゃ飛び越えてった今。まさか、村人よ、団長殿がやってくれたぞい。盗賊団は、あれね、すでに半殺しだそうじゃ。今ならたやすくやれるぞ。え、え、何しに行くん。いやー、うおー、めっちゃ、獣みたいな声する。わしらを苦しめた奴らは誰じゃ。盗賊盗賊盗賊、みんなテンション高い。奴らどうすればいい。殺せ殺せ殺せ怖い、なんかバイオハザードみたいになってる。ワンフォーオール、オールフォーワン。やめろやめろ、殺せ殺せ。ガンホーって何。ガンホーガンホー、ゴーンとフォーコー、出陣じゃー。めっちゃ吠えてるめっちゃ吠えてる。うおー、いや、なんかすごい大変なことになってきた。ぶん殴ってでも止めてきますね。頼むよ。いやー、机飛び越えてっちゃ、お行儀が悪いとか、はい、どうでもいいね。ガンホーってなんだろう、知ってるかな。よせ、そういう気分じゃない。あ、なんかちょっとシリアスモード入っちゃった。覚えているか、あの女の言ったこと、惨めだと、我が輩のこの姿を。我が輩は何なんだろうな、ラニ。魔物でもなく、人でもなく、魔王ですらない我が輩は、一体。ちょっとね、ここで、これはかわいそうだから、ほんと、シリアスで返すよ。キーファはキーファだよ。ふん、ま、それもそうか。他ならぬ貴様がそう言うのだ。今はそういうことにしておこう。なんかこのしっとりした、雰囲気と BGM、好きだな。その、なんだ。ありがとう。なんでもない。しかし、あの女、ガネットと言ったか。本当に心当たりはないんだな。思い出してみる。ほう、やってみろ。思い出せない。結局それか。奴の口ぶり、まるで貴様が何かを忘れているような。ふん。何、貴様もなかなか我が輩以上によくわからん存在らしいな。似た者と、むねねねね、似た者同士か。まあ、謎は深まるばかりですね。マウントパスを手に入れた。はい、通行手形ってことだよね、多分ね。村人さん、止められた？ちゃんと。止められた？王団長殿のおかげさまで、この村は平穏無事です。旅の無事をお祈りしていますよ。なんか一番怖かったのこの村の人たちだったような気もする。リュカの後ろ姿、ガサゴソガサゴソゴソ。何やってんだろう、旅自宅とか一緒に行くのかな、わかんない。じゃあマウントパ、え、
何くん、あーそういうことか、け、足でまとい女、よかった追いつけた、嫌な予感がする、逃げろラニ、どうかしたの？ですね、その僕をもらってくれませんか？唐突だなぁ、本当にクーリングオフ、クーリングオフ、クーリングオフよし、ナイスな選択、クーリングオフ見たいようですもん。そしてこやつめ、超理論、あの後村で考えたんですけど、まだなんです、まだ僕ラニ君に助けてもらったお礼してないんです。ラニ君にはいっぱい助けてもらっちゃいました。今度は僕が君に恩返しする番です、この体を使って。まさか。というわけで魔王討伐頑張りましょう。いやーキーファー、キーファーいいじゃん、いいじゃないか、薬よりのリュカが仲間になった。はい、なかなかいいと思うよ、回復薬うってつけだしね。はい、じゃあちょっとどこだっけ、あ、上か、上だね、こっち洞窟行っちゃうよね確か。危ない危ない、いやパプーナ、もうこれね、めんどくさい戦闘がはい、オッケーです。でも割とテンポは速い方なので、まあカットしない方向で行きます。カットばっかり入れてもなんかブチブチと動画が切れてしまうので、はい、そのままね、ちょっとグダ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 、私が話をしながらね、まあやっていきたいと思います。のんびり実況プレイなのでね、はい、まあこれもいいんじゃないかと、うん、言い訳しながらやっていきますね。はい、ではこれで、じゃあとりあえずセーブをします。じゃあ一番上に上書きして、はい、行きましょう。合ってるよね、合ってるよね、ここだったよね確か。あ、よし、クタクタな参道やってまいりました。ケイロさん通してください。あ、なんかちょっと飛ばした気がする、どうぞお通りください。はい、ありがとう。行ってきまーす。あ、なんか BGM なかなか好き。あー、ブラックタイ、え、トラ、え、ウサギさんじゃないのこれ。あ、強い。待って待って待って、リュカちゃんが死んじゃうって。え、すごい強いんだけど。ちょっとこれはまたレベルアップの旅に出なければいけないかもしれない。何にやっちゃった、やっぱめんめん、あ、ねねね、もったいないもったいない。はい、え、サクラン、ちょっと待って、それって混乱ってこと。じゃあお薬で、状態異常回復、いやー姫様待って、姫様何どういうこと。なんでナウシカだったから、あー、そういうことね。ちょっとね、もうちょっとゆっくり見せてくれないと。じゃあちょっとどうしよう。今回はこの辺で終わりにして、レベルアップの旅に出てこようかなと思います。はい。じゃあそれでは、今回はここで終わりにします。騎士と魔王のストーリー、パート5。はい。実況者はラニでお送りしました。ご視聴ありがとうございました。次回も見てくださると嬉しいです。それでは失礼します。